ヘルシングランドの装飾農家軍スウェーデンにおける位置、ヘルシングランドの装飾農家軍は、スウェーデンのヘルシングランド地方イエブレボリ県にある、ファームハウス軍。今日でもヘルシングランド地方には、約1000の、ファームハウスが残っており、2012年の第36回世界遺産委員会では7の、ファームハウスが、ユネスコの世界遺産に登録された。スウェーデン北部のノールランドにある、 ヘルシングランド地方にはファームハウスが数多く残っており、スウェーデンの伝統的な建築技術を示している。農場は建物や土地などの総称であるが、ヘルシングランド地方の農場の象徴が壮大なファームハウスである。これらのファームハウスを建築する際には木材の実が用いられている。巧みに装飾された邸宅の中には何世代かの家族を収容するものもあれば、 災霊時の身に使用されるものもある。大半は2階建てであるが、2家族が暮らせる、平屋建ての邸宅もある。ヘルシングランド地方の農場には、伝統的にファームハウス以外にも多くの建物があり、壮大な名や、大きな丸太小屋、火事場、醸造所、穀物貯蔵庫、旧舎墓地などがそうであるが、19世紀末までには、 全ての機能を内包する多目的施設に置き換えられた。製粉所、給水所、下専用農場などがあることもある。世界遺産に登録されている農家は以下の通りである。ありがとうございます。